おはようございます。日本共産党の辻元達也でございます。通告に従い順次質問をいたします。1項目目は住民投票条例についてであります。地方自治の基本理念は住民自治であります。したがって主権者である住民が自らの意思を投票行動により直接表明することができる住民投票制度は、その基本理念を達成する上においてあってしかるべきものであり、その権利は必要な時に行使することができるよう保障されるべきものであります。さて、この度提案されている住民投票条例案は、発議要件となる署名数を投票資格者の6分の1としていますが、これは検討委員会の答申を尊重し作成された住民投票条例素案で示されたものより厳しいものであります。素案に対するパブリックコメントが10月1日から1ヶ月間行われましたが、公表されている意見を見たところ、要件緩和を求める声はあっても、要件を厳しくするよう求めるものは確認できませんでした。私も発議要件は市民の市政参画権を保障するため、要件を緩和するべきと考えます。よって今回提案されている条例案については到底受け入れられないものであることを表明するものであります。私は市長に対し条例案の再考を求める立場から以下3点について認識を問うものです。第一はパブリックコメントの結果にかかる認識を問うものです。第二は署名数要件を素案より厳しくしたことについてその理由を問うものです。そもそも8分の1としたことについて総合的に判断したと説明していましたが、総合的に判断したものをどのような判断で再度変更したんでしょうか。市長にはその説明責任があると考えます。見解を求めます。第3は住民投票条例制度制定の目的についてであります。そもそもこの条例は誰のために何のために作ろうとしているんでしょうか。市長が言う違憲状態を解消するために作るのでしょうか。絵に描いた餅は食えないのであります。市長の見解を問います。総務省でございます。私からはご質問1項目目の住民投票条例についての3点のご質問にまとめてご答弁申し上げます。住民投票条例は明石市自治基本条例に基づくものでございまして、同条例第14条におきまして常設型の住民投票制度が設けられておりますが、住民投票の実施に関する手続きなど制度の詳細につきましては別途条例を制定して定めることが要請されているところでございまして、市の責務として住民投票条例を制定しようとするものでございます。市では条例の制定に向けまして平成25年8月に明石市住民投票条例検討委員会を設置いたしまして、条例の論点について検討が行われ、昨年10月答申を受けたところでございます。市といたしましては検討委員会の答申を最大限尊重するという考えのもと、答申に沿った条例案を検討してまいりました。条例素案では検討委員会の答申を踏まえ、必要署名数を8分の1以上とし、この9月議会において、ご説明申し上げたところでございますけれども、住民投票は明石市にとって重大な事項について投票を行うものであり、一定数以上の署名が必要である、署名数を8分の1よりもう少し厳しくしてもいいのではないかといった意見をはじめ、数多くの意見をいただいたところでございます。また10月1日から31日までの間に実施いたしました
条例草案についてのパブリックコメントでは8名の方からご意見をいただきました。その内訳といたしましては、署名数についてのご意見が2件、外国人の投票資格に反対のご意見が3件、その他条例草案全体についてのついて13件のご意見をいただきました。署名数の要件につきましては検討委員会でもさまざまなご意見が出されましたように、いずれの場合にいたしましても明確な根拠があるものではございません。他の自治体の状況を確認いたしましたところ、常設型の住民投票条例が制定されております全国57自治体のうち、必要署名数を明石市と同じ6分の1以上としている自治体は20自治体ございまして、明石市よりも要件を厳しくしている自治体が30自治体あるところでございます。検討委員会から答申をいただいて1年が経過している中で、市といたしましては自治基本条例において別途条例を制定するように要請されている立場であることから、条例を制定することを優先させていただきまして、検討委員会の答申と二元代表制の下での議会のご意見との両方のバランスを取った形で総合的に判断した結果、必要署名数を6分の1としたものでございます。条例全体といたしましては署名等の収集におきまして押印を不要とし、また収集期間を次長の規定よりも長く2ヶ月にするなど、検討委員会の答申内容を最大限尊重したところであり、開かれた制度になっているものと考えているところでございます。ご理解賜りますようお願い申し上げます。